藤並豪一以下先鉄症増臭より、コーラ一しだが両祭から1846年11月1日は、日本、江戸時代の医学者、蘭学者。江戸時代後期の1799年、阿波国、徳島藩中郎の遺蔵工事家のもとに生まれるが、生後間もなく眼界の高二式国の養子に出された。本蔵学を漢純次から学び、医学を養父である。 こうに国から学んだ。19歳の時には、長崎に出て、シーボルトや吉尾権之助に従事して、西洋医学を治めた。1826年には、シーボルトの江戸行きに随行し、その後、シーボルト事件に連座して一時出去させられることになった。シーボルトの信任厚く、シーボルトが長崎を退去する際には、二宮警作と共に、 維持の楠本稲の養育のことを託された。その後、故郷に戻った後、大阪にて眼科を開業。大名の病を見て、天下の名声を得た。1846年、脳出血にて48歳で没した。字は小清、両妻、輝き淵。墓所は、豊島区駒込の染霊園。1919年、15位を追贈された。田尻左辺。 増意所見伝造保番上特使増意年表 B49 ありがとうございます。